耳かきとか言ったことない。いやいや。ただもう抜いてくれんぞ意味で。ああやっぱね。抜かんと。抜かんとやってる。抜き専門。抜き専門に関して。いっぱいあるよこれ。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。そこそこ。来たことない。ここ。入れるじゃん、楽勝。入れません。大丈夫です。はい、手前の左側です。はい。楽勝いける。スタンダードのやつと。水魚だ、行っとこうかな、うん、そうだね、うん、2つ行くね、うん、で、何飲む、軽いよ、ダメダメダメ、今日ダメ、今日は飲んでもらえ、うん、今日は飲んでもらえない、今日は来たんだよ、これアルコールいや、飲んでもらえない、飲んでもらえない、違いでもね、はい、すいません、オリジナル餃子と水餃子、はい、それとハイボールあります、はい、ハイボール一つと、なんて言ったっけ、かわいいやつ、何がかわいい、水割りじゃないか、水割り、はい、水があるもん、ロックじゃなくて、はいはい、とりあえず、じゃお世話になりました、16年間16年後、いや川田さんに大丈夫、川崎さんに16年ね、それカットせんねんけど揉めとったね、確かに引き継ぐときに揉めとってネギ持って揚げ餃子なんよこれこれが結構広島が多いんよ、そうよ、知らんかもしれんけど、あ、広島来て食ったことない、王将でしか食ったもん、いや、これ揚げ餃子やで、広島って違うんだ、はい、出てくれる、俺ネギ入れるわ、ネギ入れるわ、ネギ入れるわ、うん、ラー油が出てる、ラー油もちょびっと、ちょびっとでいい、うん、ラー油に、ラー油ベースにこれ入れよう、ラー油がベースや、ラー油が、ちょっと揚げたくしやん、知らん知らん、広島揚げ餃子結構いい、揚げ餃子だってあっけ新潟にそうわ、なんか揚げ普通の餃子違うやん、揚げとなかったね、うん、正直だねわ、切ったジュース、お、いかがだね、ニッキーと朝臭いよな、これそう、まだあれね、これは通常だね、ちょっとすいません、飲んだ、そうそう、来た時トラブったんですよ、トラブったやつを引き継いでね、3000万ぐらい、3000万だ、うまい、社長得意じゃない、うん、すいません、チーズ餃子、シソ餃子とチーズ餃子、はい、以上で、何使ったんですか食ってもらわなきゃいけないね、餃子ちょっと食ってみて、揚げ、揚げがうまいんだって、え、広島で揚げ食ったことなかった、マジで16年もって、揚げじゃけん、揚げなんすよ、広島揚げなんすよ、九州は違うの、ないないないの、いや、これ揚げなんだって、マジで、これ、あ、もう一個頼んだけど、あれもう一個頼んだ、やばい、あれ明日ニンニク臭いだろ、ニンニクの牛乳って買います、コンビニで明日大事な商談があって、うまっ、2回集中、これチーズ餃子2回しか集中してない餃子、あ、ほん最後は集中できるんですよ、頼み込みますよ、頼み込みます、うん、注文もらうので借りませんから、粘り、